揃えました。でも星のかけらが1個なくてステッキが作れません。魚屋の田村さん、キョンシーさん、ありがとう。島クリエイター、なれるよ、時の問題。タネさん、ありがとう。天使の絵の具さん、ありがとう。中野さん、ありがとう。ずっと思ってたよりもっと野菜もさん、ありがとう。大きい星のかけらじゃない、ちっちゃいやつ2個しかなかった。他のステッキ作っちゃって、その前に今日は40分に終わって40分からお料理します。ちゃんたくさん、ゆきさん、つぼゆうすけさん、ありがとう。久しぶりにメイクをしました。ここが伸びてほしいんですよ。ストレートになりたい。なんでそんな流れ星流れるの？流星群の時に貯めたよ。島の評価が上がんない道 DIY 家具どれぐらい島に置いた？でも結構置いてるかな。何作る？何だと思う？今日はこの配信で終わり？うん、やるよ、また。コメント久しぶりです。リアルに今日誕生日、誕生日だからって配信来たな。祝いますよ。ケイちゃんさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。ケイちゃんさん、おめでとう。イエイイエイ、おめでとう。セリアさん、ありがとう。眉毛太いね。で、なんなで、まで、すまスポンジボブさん、ダダダダムダさん、イシケンマシンさん、ありがとう。チーフ菓子懐かしい、こんばんは。星投げた、ありがとう。今日は早く寝るの。うん、ちょっと配信しただけ。なぜゲリラ、なんとなくすごいね、涙袋気持ち悪い。目が大きくなりたい。でかくないこれ。未知の前細かった。え、細くはないよ、だってこれほぼ書いてないもん。この間誕生日だったけど、なんか照れくさくて報告できなかった。ありゃ、このティ、お礼に試したら全部投げました、ありがとう。え、バッチリ。そう、目もっと大きくなりたい。ご機嫌だな。そうですか。ホジュさん、ありがとう。涙袋と眉毛の主張が必要。みんな何してるかなと思って。やってみた。うん、皆さん何してました？すっごい、これめっちゃ目でかく見えん。こうしたら未知に影響されてカレー作りました。ほんと？あつ森、博物館、すごい。プリクラみたいな目ね、すごいよね。なんでだろう、何が変わってそうなるんだろう。うわ、途端に目がちっちゃく見える。くー、悲しい。ちょっと面白い。可愛いと思ってやってないもん。ナノさん、ありがとう。平吉さん、アモズさん、ハモンさん、良平さん、
ありがとう。うん、怖い、小声。違う。思ってることは大声で言わなきゃ。大声ダイヤモンド。で、何してました？これ最近ハマってる、私がハマってるブラックチョコ。めっちゃい。ギター弾いてました。いつもより声量 1.5倍。なんだろう、なんでだろう。うん、テンション高くてくさ。テンション高いかった？今のは YouTuber さんの真似です。うまくできなかったけど、メイクは私がしましたよ。髪もすごい。今からご飯作ってくるね。じゃあ朝と違う、メイクしたからね。今から作る料理教えてください。何でしょうか。お家に帰ってからのお楽しみね。あーい。でも朝言ったよ、何作るか。あ、惜しい。あ、惜しい惜しい。ツインしないの。ツインはね、似合わないからね。涙袋今日すごいね。なんでやろ、いっぱい寝たから。似合わないんですよね。髪伸ばさないの。もう伸ばしてるよ今、めっちゃ。今何時？前髪これ巻いとるけどさ、巻いてなかったらここら辺まである。今日夢に満ち出てきたから気になるようになってきた。あら、夢に出てきたらもう危ないですね。イラタカさんありがとう。前髪は自分で切ったりするけど、落ちた髪の毛取ってる取ってる、ちゃんと部屋が綺麗なのでね。早くお家帰るから おご飯食べさせてね、お姉ちゃん。おご飯、そしてお姉ちゃん。お姉ちゃん、まつげバチバチですよ。スクショしていい？なんか黒い肌。めっちゃ今日白い白いって言われたんですけど、カメラアプリが白かったの。メイクするとドヤ顔感出る。あんたなんか落ち着きない。手に持ってるからだと思う、多分筋トレ具を。眉毛長い。
いかな、やっぱいつもあれだからさ、パッツンだからさ、眉毛おう筋トレが溝落ちに入った。眉毛ちゃんとしてないからさ。そう、髪の毛くぐったらめっちゃ小顔に見える。そうなんですよ。なんでなんだろうね、くぐった方が小顔に見えるんですよね。筋トレ具って言い方がきる。なんて言うんだと思う？自分もね、なんて言うんじゃろうなって思ってました。あと4分、ありがとう。あ、器具によるのか。うん。右目の方がでかいよね。つらい。右目になってほしい、左目も。摂取中。水の呼吸。夜も配信するの。するよ。あんちゃん踊ってる。本当？水車って何の型だっけ？三か六じゃなかったっけ？六の型。どうですか。みちは恋柱。本当？みつりちゃん嬉しい。みつりちゃんがいい。私もみちが一番おもろい。思ってないでしょ。面白い。オムライス作る。うん、男女読みます。13位、エムケンさん。12位、ライザンさん。11位、キョンシーさん。10位、コウタンさん。9位、シティリバーさん。8位、ユキさん。7位、オフさん。6位、キミさん。5位、ソウさん。4位、セリアさん。3位、アモズさん。2位、坪ユウスケさん。そして1位はダダダダムノさんでした。ありがとうございます。そしてラッキーナンバー22はドゥルルルンジャン、けいちゃんさんはお誕生日、イエーイ。じゃあ麻婆ナスを作ってきますね。バイバーイ、またね。またやるさ、きっと。うん、またね。黒いな、なんか。バイバーイ。ちょっと待って、この黒さをどうやったら解消できるかだけ。ちょっと白くなったよね、こっちの方が。今黒い、ちょっと白い、ほら、うん、じゃあ料理してくるわ。またね。バイバイ。